曲かっこよかったけどね。テレテテテテテそれを買うよ、ね、買えるよね他の車ならね。それを買うわね。それも買うでしょ。僕横浜出身でやっぱり全日空、まあ、フリューゲルスって横浜っていう感じはないですもんね。やっぱりもう日産日産でしょ。で育ってるから日産サッカーダイジェスト見て育ってきてから俺は。ないですか。あるんです今のからキックオフ生まれるやつですよ。あーそうなんだ。当時からあったんですよ僕小学校の時から。へー。土曜日とかうちぐらい着いたらやってた日産サッカーダイジェスト。それも見てました。さすがだな。やっぱりトップじゃんベルディといいマリノスといい。あの当時からね、まあ、フリューゲルスもよくやってくれたけどね。全日空ね。でも全日空かっこよかったけどね。なんか要は J リーグ始まる前の92年、はい、ナビスコカップのね、夏前ぐらいからナビスコだけの年になったじゃない、うん、初めてその神戸のユニバーに行ってくれって言ったら松下対全日空の試合もそうだったんだけど、まあ、チアリーダー綺麗だよ。全日空は必ずチアリーダーでした ね, ね, ねだからキャビンアテンダーの方が今度だ。あ、そうなんだ。そうもちろん GH の人もいるだろうけど、うん、キャビンアテンダーです。そうですね、全日空はチアリーダーがチアリーディングいたな。あとヤマハとか松下もいたと。松下もそうですね、うん、ヤマハの印象がすごくあって。ヤマハ男性もいるじゃん。でなんか僕みたいなのやるじゃん。僕はもう国立で試合をした時に三菱が三菱山でアンドレって言ったじゃないですか、うんうん、左利きのすげえフリック決める、うん、でテレテテテテテテテアンドレこれやってる人男性だろ。だから手袋つけてとか。なんかそうだよ。いやもうチアレイダーはそんなに言えないですよ。男と女がいるってイメージじゃないよ。まあ、アンドレしか言わないんですよ。もうなんかそれがまあ俺らほらペーペーだからスタンドで込めてんだけど、だからずっと耳に入ってる。いやもう全日空は綺麗だってイメージだ。全日空もそういう印象あるな。一平さん同期誰ですか。同期ってあの辺の入った時のアルゼンチン人ですよね。モネ、モネが全日空からいましたっけ。にも行って途中から来たんだろうっけ。僕は一平さんの前の年に入ってるじゃないですか、うん、僕神奈川選抜、国体選抜でやっぱり話するわけですよ、うん、例えば今だったらファジアの監督が有馬健二とか阿部義則とか、うん、ビリグラム、うんうん、で、蓮見とか関とか。そもそもすごいメンバーだね。岩本輝とか。あそうなんです。で、俺三菱も夏決まり出たから、で、輝、うん、も藤田みたいな感じなんですよ、うん、で、春ぐらいからやっぱり国体メンバーでやってるじゃないですか。藤田とかと練習試合するんですよ。で日体大とかもするわけです、うん、で日体大とかに俺勝つわけです。すげえ立ち悪いです日体大の学生が。でもみんな誘われてるんですよ日体大から。あ誰こんなの来るかみたいなことを言いながら、でもじゃあみんなどうするんですか。読売上がるとか、うん、トップに上がるとか、蓮見はつくば行こうかなとか。あれだけど蓮見ってベルディ行ったんだよ。そのまま上がりました、うん、ね。でテルは藤田で有馬は日大だよ。で青学落ちたんですよ。青学落ちて日大ってあるか。あの、それって球じゃないでしょ。じゃない。日大より日体だと思うし、国士だと思う。そんなのでやっぱり話する中で、まあ、俺は三菱で、テルが藤田で、僕も藤田は後から来るわけですよ。古川とか。うん、でそれはもう決まって、僕の中で決まったからなんだけど、やっぱ全日空も噂がこうあって、で蓮見が、蓮が全日空も、こうかったじゃない。全日空は3軍まで作るらしいぜ。とにかくプロを集める。3軍まで集められても、なんか嫌だよね。っていうのがなんか僕らあったんですね。で、まあ、高校選抜で森敦彦キーパー、うんうん、森と一緒になった時にラビニカ、そう、あいつほら全日空だったじゃないですか。で話した時に3分まで作らせてるよ。いやそんないないよって言ってたけど、梅沢学ぶとか、うん、なんかね入りましたけど、だから天才だったもんな、ね、おさん大好きだったもんね。梅沢学ぶと僕この番組で話すんですけど、僕らの時代って池田さんも言ったけど、もう中学高校ですげえ上手いやつがサッカー上手いやつが不良だったりするじゃないですか。うん、そうだね。ちょっとこう外れちゃったやつ、うん、で僕と同じでもう本当天才と言われる梅沢学ぶっていう男は本当すごかったし、すごかったよ。僕小学校の時に見た時に町田に行って、あそこぐちゃぐちゃのグラウンドの中ですげえ上手いんですよ。キャプテン翼みたいなの。そしたらそれが後に梅沢学ぶっていうのが分かって、で全日空入ってで10番つけて、そうだよ。なんでこの若いの10番つけてんだろうって、まあ、同期で、まあ、森もそうだけど、サツもいたわけじゃん。サツかね。あの時ね。はいはい、で、サツももちろんトップに関わる時もあったのかもしれないけど、10番だからね、ね、梅が。投資番号でしたからね、で、かといっても、そんな日に焼けてる顔じゃなくて、どっちかって白い感じで、
頭真っ白で、で、それで、ポルシェがあって、一番最初にあいつは。免許持ってないでしょ。免許持ってなくて。年下の彼女に運転してもらってたっていう。すごかったよね。まあ、梅はプロで入るわけじゃない、最初から。全日空だけど。で、僕は三菱の社員で入ってるから、だから森とか、サツカーとか、うん、梅沢はプロで入ってるから、お金もそこそこはもらってるわけじゃないけど、うん、そこはちょっと、世界が違うなっていう感じでしたね、僕ら。だってもう、93年の時は、いくらもらったんですか？93年開幕の時、開幕時なんて、だから最初が怪我して入団してるよ、俺。でさ、マックスそこでもらってたかもしれないけど、やれたのは多分3分の2やってないからさ、そのシーズン。試合も一切出なかった、サテライトぐらいしか出なかったし。だからそんなに上がりはビビたれたものだったけど。この世代が一番もらってきますからね。この世代っていうよりも、要は93年、94年、95年、この辺を知ってる年代でしょ、多分知ってるのは。僕は94年でプロになったんですよ。でその93年でチームでデビューして、弱かったけど、うん、デビューして一番点取ってプロにならしてもらって、だから同期は未だにまだ三菱にいますし。だけどそうやってさ、社員を経験してそこの場所でプロになるってことは絶対足元見られるだろう、はい、給料で安かったと思いますよ。だって当時の強化部長が僕が三菱の人事の人事部長ですから。ああ、サッカー部長なんですよ。ただ、お前はいいな、こんなもらえて知ってんだけども、他に比べたらあるからね。多分何十年前だったら、その人たちもプロになるレベルなわけですよ、うん、実際タイミング合わなかっただけで。そうそう、羨ましいなって言われて。だからよくなかったの。でもプロになるんだったら他のチーム行きたかったって、そういうのないの。いや、もうだから、だってそこまでのあれじゃないからさ。最初デビューはしたけど、たまたまみたいなところもあるじゃないですか、ね。3年目だし、21ぐらいですよ。で、言ってることが、要は埼玉でやるんだったら、じゃあ俺、神奈川帰りますとか、そういうのなかったんですか。そんなこと言えないでしょ。福田さんは言ってたけどね。福田さんはずっと言ってたけど、僕なんかでもペーペーだしさ。50過ぎても今でも文句言ってるから大丈夫だ、あの人は。一平さんとでも、まあ、遊ぶようになったらちょっとあれですけど、まあ、遊ぶようになって。J リーグ始まって93年、まあ、試合もちょこちょこして、で、まあ、俺、サツカーの出てるじゃないですか。サツだね。うん。で、サツにマークされることが多かったんですよ。はいはいはい。サツはよく試合中話とかしたりして、うん、で、まあ、94年くらいからですね、僕もプロになって、飲み出るようになって、で、一平さん同級生の河野慎一さんがいて、村松幸典さんがいて、そんなんでなんかこう、会うようになりましたよね。なんとなく。なんかだから、一平さんとは、まあ、ゾノを含め、まあ、ゾノ、高田、うん、高田が僕は年下だし。けど、高田は早く結婚しちゃったからさ、俺とゾノがやっぱ長いじゃん、一番。結婚前に合コンとかしてないですか。今してた。だって、俺はそれより若い独身だしさ。あのさ、アダム・ジューマンのプレイオでさ、ね、もう、フリューゲルス、レッツ、集合みたいな感じで合コンしますって。あったよね。で、そこで別にベルディはいないし。プレゴっていう一番奥がやってたけど、そこをどっちらが抑えるか。そうですね。レッツが抑えるのか、フリューゲルスが抑えるのか。下手したら、西武が抑えてる時もあるわけだ。西武ライオンズね。ね、清原たちの時。西武ライオンズは、もう、もともとあそこで遊んでた。遊んでた。我々、後からね。まあ、そういうお客さんがこういる中で、でもなんかそこで、まあ、僕らは仲間じゃないですか、あれ。結局一緒にね、飲もうよ、みたいな。で、そうすると必ずそこで働いてた伊蔵さんが来て、はい、行くぞっていうね、僕らの仲間がいて。で、伊蔵さんが手品して、全部お城持ってっちゃうみたいなね。いや、だけどあそこはよく行った。本当に飯食いに行き。ピンクのポルシェでね。ゆっぺさんはピンクのポルシェ928。928。ね、ゾノはピンクのカエラ。911ね。その前に中古で同じ車に乗ってたんだけど、ゾノが買いたいからって言って、三つ輪に。山本さんのところに免許取るね。山本さんっていうのはね、あのポルシェのディーラーで、説明して、はい、そう、僕も同じ山本さんから車を買って、あのバーコードなんですね。髪型バーコードなんです。バーコード、まあまあまあ、そんなに、まあちょっとアメリカン薄アメリカンみたいな感じで。レッツは福田さんなんです。そうだよね。それで僕紹介してもらって、みんなこう繋がっていくっていう。で、俺たちは野球界の人がいるんだからね。そう、石井和志さんに繋がって。ああ、和志さんね。和志に繋げて。で、あの山本さんのところに、ゾノが買いたいと。うん、一平さんついてきて、
で帰ったら先に俺が買ってたから俺と今俺が乗ってる中古の今の車その時乗った車の新車がありますいやこれ安くしときますよこれ特注なんでしょ特注でキャンセルが出て特注あなるほどでそれで東京まで回ってきて西でできたのがこう名古屋通ってこっちでできた東京でできた時にキャンセルが出て、うんこれですけど、今じゃこれですよ。今だったらこれですよ。まあ彼らってね、いまだにこうありますけど、あのスタイルじゃな、まあ昔のね、急に味も今製造してないけど、生産してないけど、彼らよりも高いわけじゃないですか。高い。普通に。1500万するでしょ、あれ。で、それの特注で1800万。シートが白シートで。真っ白。全部、ステーリング全部白。そう、全部白。めちゃめちゃ高かったんだよ。あ、いくらだったんですか。あれを1100万で。700万で見てるそれを買う人に買えるよね他の車でならないの一平さん今思うとさ買えるよいやそうじゃなくて今思うと俺たちやられてるよね買いますってその場で象より早く反抗したので俺が911じゃなかったのは小さいから乗れないのよそうなんですポルシェのあの彼ら911って僕らサイズはちょうどいいんですよいけるいける野球選手も乗らないんですよ乗れない乗れないちょっと狭すぎる、うん、928はすっごいでかいうん、あとパパがニュースキャスターで田村正和さん、ね、あれ見てかっこいいなと思ってでなおかつもう一つ9月28日俺の誕生日だ928それを買うわねそれも買うでしょ700万引きだしの安い引かれた方今残ってる額より引かれた方の額が引かれちゃってる車1台買える1台買える2台買えるよそうだよそれそんな時代ですねさあ今日のゲストはもうね、乳酸溜まってる。なんで乳酸溜まってる。